どうもチョコレートプラネット長田です。その相方のちょっとリベンジっていうか敵討ちにもちょっとかかってます。負けるわけにはいかないですね。これはもう潰し合いさせるっていう、一歩ちょっとこうハンドルミスしたらもう大事故。そうですね、ちょっとあんまちょっといいところが出せてなかったところもあるかなっていうのはありましたね、前回のドキュメンタリー8。一個あのお蔵になった感じの、うん、幻の回の方の方が、まあ、まだちょっといいところ出せたかなっていう、はい、のありますね。ありましたね。うわー、松尾の方かと、俺じゃねえのかと、松本さん俺じゃないんですかっていうのはちょっとありましたけど、まあでもなんていうんですか、でも怖いっていう部分もあるんですよ。呼ばれたら呼ばれたで、うわ来ちゃったっていう、だからその葛藤ですよね。なんか、はい、なんかこうショーレースだとこっちからこうエントリーしていくじゃない、こう攻めていくっていうか、なんかドキュメンタルってこう指定されるので、それがまたちょっと他のショーレースとは違った雰囲気ありますよね。なんかいきなりこう冷たいプールにあの突き落とされるみたいな、キラッとしますね。ちょっと、いやちょっとまあ相方が出てたんで、さすがにここは僕は出ない手はないですから、はあ、その相方のちょっとリベンジっていうか敵討ちにもちょっとかかってますね、はい、いやかなり作ってきました今回、はいはい、ちょっと新作も作ってきましたし、昨日の本当にもう夜中までハンダで指やけどしながら作ってきましたんで、負けるわけにはいかないですね。これは地雷作戦です。ちょっとこれはやっぱちょっと小道具をいっぱい出して使わして、なんかこう潰し合いさせるっていう、なんかそういう作戦持っていこうかなと。全部言っちゃいました、サーキットみたいな、ああ、なんかそんな感じしますね。やっぱここに出れるっていうのもやっぱすごい嬉しいし光栄なことですけど、もう全力で走りますし、一歩ちょっとこれハンドルミスしたらもう大事故になるっていうか、壁にバチンってぶち当たりますから、そんなもん絶対にドキュメンタルで優勝して1000万アム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 してやる。